今天的比赛的状况怎么样？成绩的话还行吧，也不是很满意，因为第三比赛嘛，然后先顺一顺，然后接下来的话应该会更好，然后观众。那你拿这个说。然后谢谢大家的，谢谢观众，然后对我的那个很热情，谢谢大家就是为我鼓励。今日の記録に対して、まあまあという感じています。今日の記録は今シーズンの初めての屋外の記録ということで、満足してないんですけど、まあまあということで、そして、観客をすごく熱烈に応援してくれて、とても感謝しています。次はどう受けいたします。ご質問ある方は挙手お願いいたします。オリンピックは出場決まっていらっしゃるでしょうか。決まってなければ。你现在还没决定，还没让你决定去参加奥运会是吧？什么时候最后决定派不派你去参加奥运会呢？这个我们国内的是八米二五，然后只要你跳到八米二的话，就有机会参加奥运会。中国の国内の記録は8メートル25をクリアすれば自然的にその代表になれます。そうです。はい。どうですかって。你觉得怎么样？我觉得观众都很热情，对，相当的热情。然后没有他们的鼓励的话，今天也不一定能拿到这么好的名次。やはり日本の観客をすごく一生懸命応援してくれたということで、その観客さんの熱烈の応援がなければ、私は今日はこの優勝はできなかったという。2020年东京奥运会在东京，在日本举行，希望你能够来日本。OK。ありがとうございます。よろしいですか。ありがとうございました。